次は16時からのステージになってるんで、またぜひ遊びに来てください。そして、こちらで物販やってるんですけども、 CD 売ってるんで、よかったらぜひぜひ物販も遊びに来てください。いや、この金沢文具芸術祭のコンセプトみたいなので、子供たちに夢を与えるっていうのを聞いて、なんか少しでも歌が、いや、これ見てギターかっこいいなとか思ってくれたら、歌っていいなと思ってくれたらすごい嬉しいです。最後にブラザーという歌を歌って終わりにしたいと思います。今日ありがとうございました。佐藤健でした。お前ならやれるって心配はいらないぜ。同じ時間を分かち得た俺がいてるんだぜ。大丈夫さ、ブラザー、お前の出番だ。やったれよ、見守るよ。どんな時でも電話してこいよ。いっぱいのないやつへの悲しみは俺が半分もらうよ。ブラザー、うまくいかないでくよくよするなよ。壁は捉え方一つでチャンスに変わるものさ。頑張りすぎちゃいけない、途中で息切れするからさ。もし心が疲れた時には、何かワクワクすること、例えば大好きな歌歌うとか。ブラザー、俺はどんな時もお前の遠く離れた場所にいても、なんだか通じ合えてるような。ブラザー、男から見てもお前はいい男さ。胸張って歩いてゆく、その未来が今動き出した。